ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、大島くん。イエ。今日はカレーの価値とはについて、これ一回というか真面目に、まあ、いろんな考え方があるので話していけたらなって思います。はい、じゃあここはもうみんなが気になってると思うであろうミカドレンズ。俺正直にすると昔の稼ぎと今の稼ぎは全然違うんです。正直、まあ、当たり前なんですけど、買えるものは変わったから、買える頻度とか価値観の話をすると、お金はすごく大事なものだと思ってて、お金で買えないものはないと言っていいじゃないですか。そんなことはない。俺は正直お金で買えると思う。使えばいい話じゃなくて、使い方で、例えば俺らキャバクラです、5000、1億持ってます。毎月1億稼げる時に1億バンバンできるねとか使いながら、アフタして、例えば何にやってたら話が違うし、でもそうじゃなくて、はい、ちゃうかみたいな、そうじゃなくて、なんか、飲むと、うまくやってたら、俺はその子の心を変えると思うよ。確かに、確かに。だから俺は、その、お金で買えないものは、ないとまでは言わないけど、あんまりないと思ってて、だから俺はお金を稼ぐべきだと思うし、稼がないと欲しいものがあるときに、それができなかったり、我慢しないといけなくなったり、例えばだけど、その時の好きな子に我慢させることになるわけじゃん。俺はそれが無理すぎるなって思って、稼ごうと思った。正直な話と、俺、妹が生まれたタイミングでめっちゃ気を使ったので、そのいろんな意味で、そのあんまり家が別に良くなくてなかったから、何かしたいなと思ったり、これ欲しいなと思った時に、親にはこうしたいって言われた時に、でも俺は、全然したくないって言って我慢した時が、その妹が生まれたタイミングだったりとか、いろいろ考えてお金がないからって思ってやめたんだけど、それを俺はその自分の子供とか好きな子とか友達とかにさせたくないなって思った時に、金は稼がないとダメだな、って思ったのがスタートなんだよ、金稼ぐこと。かな、価値観としては。そんぐらいから気は使えてたんですね、やっぱり。あ、もうずっと小中ぐらいからずっと金は気は使ってた。だって俺、ご飯屋さん行って正直にすると、今自分のお金が入ってるから自分でお金払ってるから、ジュースとか飲むけど、俺、小中高まで俺水しか飲んでないから、飲食店。ご飯屋さん行って、それはないわ。何飲みたいって言ってみんなオレンジジュースとかお母さん飲むじゃないですか。で、俺その中で俺普通に俺は水いいよって水食もらって。それはしたことないわ。それはできん。飲むのに500円か、電源払う価値観がマジで分かんなくて、使わせるのがマジで嫌だと思ってずっと水しかもらって、それはすごい頼んじゃってましたもん、僕は昔から。そうかな、うん、何よ。お金は使わないと意味ないなとは僕は思います。ああ、まあそれはちょっと分かんない。ここにいると貯金うんたらかんたらとかいう話も聞くんですけど、貯金はないな。結局ただ俺貯金ないって言うから貯金はないな。毎月なくなっちゃう。お金は経験に変えるべきとか、資産に変えるべきっていうのがめちゃめちゃ僕は大事にしてて、全く貯めずに身につけるものを買うなり、どっか行って経験に変えるなりをしてるかな。あれだよね、自己投資とかだよね。自分のレベルアップするためにそのお金を使いたいってことでしょ。本当にそう。別に金に関しては貯める必要なんてないよね。例えば100もらったとして、100貯めても今100万貯まってるけど、これ使って200もらった方が絶対いいなって考えながら、いつかの200を稼ぐでしょ。そうっす、いつかのね、今じゃなくてねって思ってるから、本当に毎月使いますね。めちゃめちゃいいわ。25まではこれ投資した。すごい。本当に意味ないよ。でもめっちゃ不安なんだろうなって思いますけど、でもやっぱその分本当に返ってくるなっていうのがこの仕事したら本当に分かるから、貯められなく使おうって思います。なんかね、中途半端の時に貯めるとね、いや、その安心感いらない。安心感がいらないの、マジで。やばい、やらないとってならないと、ちゃんと人間やらないから、こういうふうになって。次の好きなとこ、あ、100万口座に入ってる、大丈夫って気持ち、マジいらない。いらないよね。しかも100万なんかに、いけんよ、別に。100万ぐらい。秒でなくなってたよね。そう、家賃。家賃が終わり。家賃はよ。そう、本当になくなるから、そこでマジでやってみないなと思って、買おうっていうのがお金の価値かな、これだと。僕もそうですね。まあ結構似てるかもしれないですけど、お金は全部経験に変えるものだと思います。例えばいいスーツを持ってる男、いい車を持ってる男、いいアクセを持ってる男にすることで、あ、次のステップアップになるんですかね。また終わったじゃあ次行って、じゃあ次行きましょう。よく行くな。そうだよね。だから本当にその使うことにどうやって価値を見出すかは全部自分自身だと思うんですよ。
例えばそのご飯を連れてった時に自分がこういう話をすることによって後輩から見られるあれが変わるわけじゃないですか、うん、それもだから自分が2万とか3万に焼肉連れてった時にそれ以上の価値になって後輩から見られるようになったりとか ねやっぱただ単に使うんじゃなくてその使うことによって機会を作ってるというか、よくもあると思う。だからその妻が例えば、ね、後輩連れてってご飯連れてきてるの結構よく、はい、連れてってその後輩が妻さんお世話になってますって気持ちがちゃんとこう芽生えてさ、よりねより芽生えて、それでクマのためにヘルプとかついてくれたりこうクマをあげてくれたりとかしてくれたら、その3万以上の口があるんです。そうです。3万、4万、5万、10万とかっていう話で、はい、めっちゃ大事だよね。全然返してくれるもんな。お金を使ってまた新しいお金を生み出すためのお金みたいな。賛否両論あるけどですね。貯金は確かになんか下手に言ってしまえばだけど溜まってくよ。そうっすよね、めっちゃ分かるっす。なんか自分に自己投資しまくってても関係なくもうかっけえなもの全部買うよ、まずは。それで自分がまずレベルアップします、稼ぎが上がります、そしたら別に買いたいものがなくなるのよ。それぐらいになってしまえばあとは止まっていくから。そこまではもう食べる、食べようと思って食べるんじゃなくて溜まっちゃったが正しい。そうそうそう、それまではもう使いたい、それまで使い切った方がいいよ、マジで。溜めようと思って食べたらもう終わり。自分信じて自分に自己投資で別に溜まるもん。決めることをやめたら金は稼がなくなる。あもういいなと思ったものはもう全部買って、でもいいなと思ったものがちょっとでもあこれ高えなって思っちゃったら、あ俺まだまだなみたいな。おーなるほど。次のモチベーションから始めて高えなって思った瞬間に俺達成って。そうなんや。めっちゃ俺頑張ろうってなる。だっていいなと思ったものあるのに、いいなと思ったらそれ絶対買った方がいい。コストも一緒やん。それもうこの人いいと思ってたら他にいっぱい使った方がいいから、いいことしかない。いいと思ったらそれでひよったらそこにひよってさ、これぐらいにしとこうかなってやると全部何も知らずに、ね、ダメ。例えばですけど、めっちゃかっこいいアクセサリーあって、例えばダイヤめっちゃ入ってるやつ、入ってないやつあって、とりあえず入ってない方買っとこうみたいな感じで一緒だと妥協はダメ。そうそうそう、担当に対して妥協して、うん、ちょっとこっちにしとこうってやってるだけだから、結局なんだけど後々欲しくなった時にここ使うんだから、これ無駄じゃん。そうなんや。そうめっちゃお金持った時とか、しょぼく感じるからね。しょぼく感じるから絶対その時も。だって例えばじゃあミカドレンさん示したいな、ミアービーム示したいなけど高いから相手されないだろうな。高いからとりあえずこれぐらいにちょっとジャブっとこう、10万とかね。ちょっとやらんしてみた方がいいよ。怖いからとりあえず駒投げにしとこうみたいな。とりあえず駒投げにしとこうかなみたいな。ダイヤついてないやつみたいな、ダイヤついてないやつにしとこうかなみたいな。嬉しまいか、嬉しまいか、ただこれさ無理だから福祉に行こう、ダイヤついてないしとこうみたいな。とりあえずダイヤついてない、ナギとかグマにしとこう。やばー後悔みたいな。ああ後悔じゃない。そうよ、結果的に最初にいいなと思った俺とレッドの方が満足度は絶対あるから。そうだね。でも、まあ、その満足度っていうのはでもその結局その子がそれがいいと思ってるのだけをしたパターンのみですよね。そうでもそうじゃなくて、周りから見たらもしダイヤついてない子かもしれないけど、それを信じて例えば使っフルーパで使ってたらその価値がダイヤになるかも。そう、その価値がダイヤになる可能性があるから、例えばだけどロレックスの時計100万で買ってたのにそれが一度600万なんて可能性もあるから、それが俺はその今まだ売れてないとかめっちゃ売れてるじゃない子に投資する価値だと思うんで。そう、俺は妥協で選ぶのは間違ってるよっていう。そう、妥協で選ぶのだけは間違ってるね。まあ自己投資するべきだと思いますね、お金は。じゃあ例えば今1000万の貯金をコツコツして1000万円の貯金したとしても、じゃあ明日死ぬかもしれないんですよ、極端な話でしたら。じゃあこの1000万どうなるんですか。もったいないですよ、そんなコツ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 。自分に何か投資した方が良かったんじゃないですかっていう。食べても意味ない。意味ないことはない。もし何かあった時、万が一の時に人を助けられるかもしれないし、お金が。そうだから一定ラインは俺は必要だと思う。そしたら俺はレンさんに頼る。100万なんて。だから大学生になるんだ。だからそういう時に逆に言えば助けれるようになってるには、俺はさすがに100万ぐらいとか1000万とか何千万ぐらい持っとかないんだよねって話。立場によってね、まあまだからいいと思うよ。俺はさすがにこの立場に立てなきゃ貯金ゼロですらやばいから、さすがにします。しますってか、ちゃんと溜まりました。いや、宮見さんがいるから心置きなく使えるの。もしものバンクみたいな。もう全部で別に正直俺も別に全部見ましたけど、さすがに運営にミヤさんがいるから。ミヤさんがいるから。結局ミュウさんのおかげだ。結局ミュウさんのおかげだ。お金ないですって言われた。お前稼げるからって。俺仕事頑張るからお金返してください。いくらなんですね。本当にそうだわ。そんなもんや。
価値は、まあ、人それぞれですけどね、まあ、貯めたい人は貯めてもいいと思うんですけど、もう勝手に貯まるまでは自己投資っていう感じですかね、結論。なので今お金貯めようとしてるそこのあなたたち、使った方がいい。皆さん自己投資してより上を目指しより稼いでください。特に男は金を稼ぐ生き物なので、貯めないとか言う男にならないでください。はい、気をつけます。よいしょ、バイバイ。レゴー。